こちら、ハリウッドのスターたち、スピルバーグ監督、キーラ・ナイトレイ、トム・クルーズ、キアヌ・リーブスからオーランド・ブルーム、これらの人たちに共通したある悩み、それは一体何でしょうということで、これはですね、失読症です。字は書けるけど読めないと。ですから脚本なんかを頭に入れるときにもう読んでもらったりね、音声とか非常に苦労して、頑張ったということらしいんですけども、ですから失読症の人の中にはこうなぞり書き、自分字は書けるんですけどその書いた字は読めない、でもその書いた字をこう指でなぞると読めるということも言われてます。なぞり書き、今日はですね、この目と耳をこう指がつなぐんだと、そんな話です。指と言葉の関係ということですが、ちょっと誕生日の誕ってどう書くんだっけと、そんなことを例えば私たち言われると、誕はこうごんべんにとかこう指でこうやりますね。指でこう、これ空書き、空書とか言いますけど空書きですね。これ小学校の低学年なんかでは先生がこうやって指でこうやって見本を見せるなんてよくやってると思いますけども、これ結局指の動き、これ脳でいうと運動野ですね、動きだから運動野、そこと言語の働きをする言語野と運動野、これとても近いところにあるということで、その連携なんか、つまり指の動きが言葉に非常にこう密接に関係しているというふうに言われてます。でこれこういったなんていうか進化の流れで見てもですね、我々の先祖、四つ足歩行から立ち上がって二足手が解放される、二足歩行ですね。で解放された手、親指がこう分離しますと、でこう掴んだりできるようになりました。でさらにこの人類、人とチンパンジーだけらしいんですけども、親指を他の指とこう向き合わせる対抗ってやつですね、これができるというのがあって、で細かい作業ができる、で指の動きもこう非常にこう巧みになって、つまりそうしたこの手の動き、指の巧みな動きから言語が、言葉が生まれたというふうに言われております。でこちらちょっとその図に下の方にですね、頭蓋骨出てますけども、おでこのこう角度ですね、猿はこう額がこうそげちゃってるんですね、つまりおでこの裏、前頭葉が小さい、それがだんだんこう二足歩行になってこう身振り手振り言葉を喋るようになると文字を獲得ですね、そうするとだんだんこうおでこがせり出してくると、そんな流れ、つまり脳と手、言葉、非常に密接な関係がありますですね。でよくこう、うちの子は言葉が遅いんですけどっていうようなことをですね、よく聞きます。これですね、でその時にとにかく手が動く、身振り手振りから言葉が生まれましたので、よくこう身振り、そういうのをやってるお子さんは急に言葉がバーって出るようなことあるんですよなんていう話をしてるんですけども、つまり手を動かすっていうことがやっぱり非常に重要だってことですね。逆に手が死んでる、手が動いてないと、やっぱりそれは脳への影響、言葉への影響っていうのはあるんじゃないでしょうか。では続きまして、こう指とこう思考の関係ですね。でちょっとここで面白い本を紹介したいんですけども、なんか本を読む本、なんかへんちょこりなタイトルですけど、How to read a book っていう、これアメリカの大学ではこれかなり前からずっと読まれてるらしくて、本をどうやって読むかっていう、そういう指南書であるということですね。考えてみると本の読み方って習ったことないなと。で本当一言で言いますと、積極的読書 vs 消極的読書ということです。この本では上の積極的読書というものを推奨しています。どういうことかというと、簡単です。本を読みながら手を動かしなさいということです。ただ黙って本だけ目で追うんじゃなくて、こう手を使って、つまりメモをしながら本を読むと。
これ積極的読書ということです。でこれですね、まあ偉人たちが残した書籍とかありますが、ダヴィンチ、アインシュタイン、エジソン、まあ大量な蔵書が残ってるんですけども、それをこう見ますと本の余白もうびっしり、メモびっしり、まあ本の要約もあるでしょうし、それ以上に自分のアイデアをびっしりこう書き込んである。つまり本の余白っていうのはメモのためにあるんじゃないかっていうことですね。そうやって本と対話しながら自分の情報をアウトプットしながら思考してるんだということなんです。でこれ脳はよく左脳と右脳なんて言われますけども、この前と後ろっていう考え方もあると。中心の溝から前が前頭葉ですね。で後ろが視覚の情報ですね、から聴覚から空間の認識、そういったまあ視覚野とか聴覚野とかこうありますけども、でこの後ろの脳、これはインプットです。感じる脳、情報感覚の記憶、そして前はアウトプット、動かす脳、行動の指令です。前頭葉が意思指令を出すと、入れたものを出すですね、感じて動かす、これで感動となんかいうことらしいんですけども、で脳っていうのはこう後ろばっかり、つまり例えば読書、本を読んで情報を入れるばっかりじゃなくて、それをアウトプット、書くこと、出すことによって全的に使う。脳は全的に使った時が一番働くんだということです。でやっぱり、そういう意味も含めて、こう手を使う指の働きっていうのがやっぱりこう思考力にも関係してくるということなので、ね、ぜひ幼児教育でやっぱりお子さんの手を刺激したいな、ぜひおもちゃでね、たくさん遊んでほしいなと思います。